you chose the right program. Making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。今週は幸喜と美智子の今だから明かせるあの話ウィーク、最後は見えました。8月の30日ということでございます、はい、じゃあ明かしましょうか。明かしてください、お願いします。この間まで、また今年も文楽をやってたんですけども、うん、なんかうんざりな顔が、すいません、どっちかと思って新婚の話がいいですか。新婚文楽やってくださいよ、一人で僕、彼女あの去年清水さん見てくださった、はあ、それなり真珠、はいはい、あれを 1年ぶりにまた、うん、あの評判だったんで再演をしたんですけども、うん、いいな。あのすごいのは、うん、やっぱりあの文楽の例えば人形使いの方々っていうのは、うん、そのもうすぐできちゃうんですよ、うん、だから僕は再演用にまた稽古をねたっぷりやるのかなと思ったら、うん、もう ほぼぶっつけに近い感じなんですよ。え、だってさ、初演の時ものすごくやったじゃん。何やったと言っても少ないんですよ。あの1週間ぐらい大阪でやりましたけど、本番、本公演は1週間ぐらいか。本公演は1ヶ月近くやったけど、じゃあ覚えてんじゃないの。1年ぐらいでしょ。でも例えば、うん、1年前にやったなんかセリフとかって覚えてないよでしょ。その後いっぱいいろんな仕事してるから。でもこれからもう1回やるんだってなったらさ、なんとなくこうちょっとさらえばさ、あと体が覚えてるってことはあるけど、やっぱ人形だからね。そんなもんじゃねえんだよ文楽の世界はよもっと厳しいんだよ。うん、分かりました、すいませんでも、うん、もう本当に舞台稽古で、うん、多分まあ皆さん家では自習してこられてると思うんですけど、うんうん、みんなで集まって、うん、さあやりましょうかって言ったらできちゃうんですよね。普通の僕らの芝居では無理ですよ。本当、うん、そういうもんか。多分立ち位置とか、うん、ちょっと違うってなると、タイミングとかもあるじゃないですか、うんうんうん、しかも3人だから、あの1人の人形につき3人でついてるんですよ。あ、そうかそうか、余計、うんうん、そのだから動きとかも、うん、これ大丈夫なのか、相当時間かかるんじゃないかなと思ったら、もうあっという間にできちゃって、うん、すごい人たちだなと思いました。ってことはお客さんはあっという間にできちゃったものを見に行くわけです。そういう言い方すんなよ不良が出てくるのは何なんですか今週のこのそれだけ技術を持ってるっていうことですね。そうですね、さすがですね、うん、我ながらでも面白かったですか、それ見てて。面白かったんじゃないきっと、作品を、作品面白かったですよ、うん、そうだね、あれ分かったですよね。僕自身はもう忘れてるから、うん、あの新鮮に。あ、そうか、三谷さんは、うん、そうだ、次々のことやるからね、うん、すごいよね。いくつ書き出したってこと、去年あれから。そうね、ザキ、それから真珠やって、うん、人間のそれなり真珠やって、それなり真珠、人間の条件、人間の芝居やったよね芝居、うん、人間の芝居いくつか、まあやりました、やったもんね、忘れちゃったけど5、6本やりましたけど、完全にだって映画もやったしね。その真珠のこと忘れてたもんね、うん、忘れてましたね、もっとそれってこっちゃね、うんうん、もう面白かったな、うん、我ながらよかったねおめでたい人でよかったね面白かった。面白かった。俺の才能あるじゃん。てかあの僕の才能じゃないですからね。あの、うん、やっぱりあれに関して文楽に関して言うともうあの人たちの自分でけたちょっと度が過ぎたなと思って。あのそうだ、ね、伝統芸能の技術を見る。うんうん。それもお手伝いしただけだから。うんうん、やっぱすごいですあの人たちの。確かにそっちもあったね。人形そっちの方がすごい。人形ってすごいんだなと思いましたもんね。うん、なんか最初は。ちょっとちっちゃいかなって思ったんだけど、出た瞬間はねちっちゃいと思うんだけど、うん、面白いねあれで、あの後ろに黒子さんっていうか人形使いの人たちがいて、うん、で例えば4人人形が出てきたとしたら、うん、かける3だから12人舞台の上にいるわけですよね、うんうん、それプラス太夫さんと三味線の方がいるからもう17、8人いる舞台もあんまないじゃないですか。あんまりないね。そうだね、人間の舞台だってそんなないもんね、うん、なのに今例えば清水さんがその文楽のねことを思い出してる時に、うん、頭に浮かぶのは人形だけなんですよ。本当だ、そんなに後ろにいっぱい人がいたっていうことはもう記憶の中にない。うんうん、素敵な世界じゃないですか。本当にそう思います。ありがとうございますでも最後の説明いらなかったのかなっていう感じもしないこともない、ちょっとみんな一瞬をそういうふうに思ったんじゃないかなと思いましたけども、でもね、はい、自分の子供のようなものですもんね、ああいう作品ってのね。作品はね、本当そうですよ、うん、
だから僕あんまり菜園は好きじゃないんですけども、うん、菜園やるんだったら新しいものやりたいなと思うんですけども、うん、菜園やってどんどんこう練り上げていくものもやっぱり必要かなって気がしますよね。やっぱり海外の作品でここ絶対に変えないでねっていう感じじゃなくって、うん、三谷さんのことですから、うん、これやっていくうちにこっちの方がいいと思ったんでセリフこれ割愛してこっちにしました、うん、になっても全然 OK だよね。だって、まあ、自分の書いた作品もね、うんうん、でこの間のドレッサーみたいなのはあんまりいじれないんですよ。あ、許諾が、うん、カットするのはありなんだけども新しくセリフを足したりとかするのはねこんなこと大変だね。かなり難しいですね。うーん、あとこう翻訳の違い、ね、翻訳的にセリフを変えることはありなんだけどね。じゃあちょっと僕たちも飽きてきたんで、うん、お笑いそれなり真珠にしてみましたって言って、うん、すごいわちゃわちゃやってたらどうする彼らが、うん、それ全部ものすごいでも受けてんのどうです。受けてるらだってそれは僕の手柄になるわけですからね。あ、三谷面白いじゃんって名前なのいや盛り上がってればいいんですよ。そうだよね。だってやっぱ大事なのは、まあ、そんなことする人たちじゃないですけどね。そうだね大事なのはやっぱりお客さんですもんね、うん、絶対にどこにいようとね。でもあんなにお客さんと演者の方々がみんながこう一体になってる空間ってあんまり自分の芝居でもないんですけども、うん、なんかね珍しいですね。文楽はなんかこう一体感があるんですよね。すごいね。まだ褒めるんだね。んびっくりしました一つあるのはやっぱり三味線っていうか、うん、和楽器の力だとは思ってますけども、確かになんか涼しげですよね、うん、でなんかあるんですよ、こう日本人の DNA にこう直接問いかけてくる何かが。なんか声とかもそうだったもんね。声、うん、あれなんて言ったらいいのかね、どういうところがいいのかよく自分でも分かんないけど、うん、なんかもっと聞いてたいようなね。そうなんですよね、うん、耳にこういい感じで入ってくるんですよね、うんうん、決してこう美声、僕らの思ってる美声ではないじゃないですか、ね、そうですね、うんうん、でもそんなに真似したいっていう気にはならない声なのに、うん、なんか聞いててずっと心地いいって感じだよね、うんうんうん、かといって大ヒット飛ばすって曲はそんなないんだよね。あれ不思議だね何のそれだったら一つや二つさ大ヒット曲があっても良さそうじゃん。こんだけ気持ちいいんだから本当なんし義太夫でね、うん、どうなんですかね義太夫で大ヒットちょっと曲を書いてそんなに言うんだったらちょっと出してみましたみたいな人たちがいても良さそうですけど、まあ、そういうことをしないところに品格があるんですかね。まあでも一緒にすると本当に良くないと思うんですけど帰ってこいよみたいなのあるじゃないですか。あれもいいね。やっぱちょっとグッときますもんね。グッとくる、うん、なんですかねあれ。出しますか義太夫とみっちゃんと義太夫たちなめんなよ義太夫お前すいませんApology accepted. Well, as Mr. Mitani said, the traditional Japanese stage arts of bundaku no and kabuki require traditional music from traditional instruments, and the shamisen is one of those. But not all young shamisen music